行くから来たん。あれ町内のあるうちの行きつけや。あ、ちょうどええとこ行きよった。おい行きつけ、へい、どなたを呼びやりましたか。ここへこけ、へいへい。気味悪いな。声はすれども姿は見えず。あーこわ、わて、いたってここが嫌いやね。昼間からでもタヌキが出るちゅうねん。あーこわ、どっちへ。あっくりした。行きつけ、上見てみ、上や上や、ここや、へっ。あっ、リボンさんでわすかいな。びっくりしました。こっちがびっくりしたかな。大きな声出して、あ、ご機嫌さんでわす。しばらくお目にかかりませんが。いや、実はな、あんまり極道したもんやすが、おとっさんのお叱り受けてな、この頃では二階住まいや、はあ、外へ出してもらわれへんねん。それについてな、ちょっとおまはんに頼みたいねんけど、聞いてくれるかいな。そら他なら あんさんのことではさかい、どんなことでも聞かせていただきますが。そうか、それやったらな、実は今晩どうしても新町行かんならんねん、はあ、ところがさっきも言うた通り外へ出してもらわれへんねん。すまんけどな、日が暮れたら、はあ、橋を持ってな、裏へ回っててんか。え、わてが屋根の上で様子見計ろうて、えへんと咳払いしたら、それを合図に屋根へはしごかけて、わて橋を降りてな、で新町へ行くという段取りになったんね。謝りはアホらしい。そんなことあっこで親旦那に知れたら、わて叱られまんがな。いやいや、借りしてくれやす。あ、そうか、聞いてくれへんか。あ、ええわ、かめへんわ。聞いてくれへんのやったらかめへん。また他の人に頼むさか。しかしな、いちすけ、わたい何もこんなこと言いとないねんけどな。え、お前がしょうもない安もんこうて、年がいもなしにけったいな病気もろたことがあったな。え、あの時に医者にかかるちゅうたって銭はなし、ほっといたら鼻が落ちるちゅうて。え、お前が困ってる時に、せめて病の根が立つまでと思ってな、道正町三階から薬取り寄せて内緒に飲ましてあげたん、あれ誰やったいな。いや、つらいな。しかしあった、もしも後で親旦さんに知れたら、知れる気遣いあれへんちゅうねん。そんな不細工なことせえへんがな。さっき言うた通りや、わてがえへんと合図したら、はしごに言うや、スーッと降りて新町いて、早めに帰っていて、お前とこ寄って、ほで一緒に来てくれて、はしごかけてくれたら、私2階上がって寝るがな。ほな、あんたはしごを傾けて帰ったらええねやな。知れる気遣いあれへん。せやせや、お前先度から欲しがってたな、そう、タバコ入りがあったやろ、あれあげるわ。それからな、交渉か、え、お礼として一両あげるわな。知れる気遣いあれへん。そう、ちょっと待ってや。ほな、これな、手付けに一部だけ渡しとくさい。とっとき、ちょっと待ってくれやす。ちょっと待ってくれやす。何でかいな、一部頂戴しまん。さようか、ほら断られしめ。へえ、もうその額の顔を見たら断られしめ。へえ、いただきは、いただきは。さようか、へえ、へえ、これが一部金でわすか。へえ、ほな、あと三部くれはりまん。さようか、ピカーッと光ったんだ。おきおき、おきありがとうさんで。あーこわ、やっぱしタヌキの仕業や。せっかくでっけど、アニボンさん、やめさせてもらいました。何がタヌキの仕業や。今いただいた一部の額がないようになりました。ないようになりましたって、お前いただきすぎて上上げすぎたさか、後ろへおったんや。あ、そうか、あったあった。中本さん、やっぱしいただいてみんならもんでんな。いただいたおかげで、あんた見てみな、あれ一つの額が二つになりました。アホ、それは茶碗の賭けやがな。あ、さようか。アホはでも嫌だ。ともかく頼むさかいな。え、今晩頼むで。え、おとたえら遅なりまして。ほら、また長い帳でやったな。はよ二階上がって寝てしまいな、あれ。ほんならおやすみます。二階上がりますと、次に降りてきましたのが彦三郎。え、お父さん、ちょっとお通しを。どこへ行きなさる。
ちょっと表現やらせていただきます。はよいてすぐにねんねんぞ。え、わかりました。おやすみやす。次に降りてきたんが一番弟の吉松さんでございまして。おい親父、そこどけ。ほれ、親に対して何ちゅうものの言い方しなはる。第一を飽きんどの息子がそんな言葉遣いがあるかいな。なんだしてけつかねん。おう、どこ行くっちゅうて頼みようと思ってんのやろ。戦地行くねん、戦地。え、心配せんでもええ。すんだらすぐに帰ってくるさかい。おい親父、すんだで。おい、喜べ喜べ、2階上がってすぐに寝たるさかいな。しゃーもない、鼻くそほどの銭をばためやがって。子供に使われたらかなわんちゅうのでビク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 さらして、ええ、世の目もねんと金の晩さらして。何だい、金の晩さらすためにこの世生まれてきたんかい。ダビだろ、ダオあんたらのや。テトロシャンシャン、ナナネコシャイシャイが。おう兄貴、もう寝たんだい。ちっちゃん、大きな声出しないな。まだ起きてんのんか。起きてんのんかやるかよ、おらしお前。赤の酔いから赤もやるまいして寝られるかい。おい兄貴、起け起け、ほんまに。若いもんがお前酔いのうちから寝てられるかい。なあ、うちの親父、あれ何とした親父やろ。人生50中で60とおに過ぎてるの鹿みたいな顔しとんが。ひょっとしたらあのガキ死ぬの忘れとるのか分からへんで。銭ばっかりせんぐりせんぐり貯めやがって。なあ、せめて罪滅ぼしになるやろと思って、お前らが正座してつこたってんのに、それをば喜びもさらさんと。こがして2回掘り上げやがって。そのうちに罰があったんだよ、あのガキには。おい、兄貴、どないや。一つ、881年引こうか。ごめんじゃ、私そんなもん知らんわ。知らん、ぶっさいくなやっちゃな。88ぐらい覚えとけ。人と付き合いできへんで。ほな、つっこ行こうか。それも私知らんわ。何にも知らんねんな。人と付き合いできへんで。ほな、まあ、札直しとくか。ほな、これで行こうか。え、これ知ってるやろ。それはお前、サイコロやろ。そうやな。で、共犯行こうか。何？共犯も知らんてか。どが一緒なしやな、このガキは。兄弟でもこんなガキがいてけつかるさかい。我らこないして2階ぐらいせんなるね。お前らみたいな兄貴が、布団に枚金の厚かましゅうえ。俺が1枚取ったらさかい。無茶な弟があったもんで、兄さんの布団をば1枚ずつ取ってしもうて、4枚いてそのままぐらーっと仰向けになって寝るなりぐーっと寝てしまいよ。兄さんの作次郎さん、どうしても今晩は抜け出さんならんちゅうので。中本ちゃん、中本、小本、ちっちゃん、寝てんのんか。中本ちゅう。よう寝とるわ。さっきまで荒いしてぼやいてたのに。そうや、今の間に抜け出したら、物干しのゴロゴロ大判あげまして、物干し出ますと元通りときっちりと閉めて、物干しの手すりを越えまして屋根へ降りました。屋根の端まで出てまいりますと、えへんと咳払いしますと、一助タバコ入れと銭がもらえるっちゅうので、赤の酔いからはしごを持って待っとる。早速はしごをかけまして降りようとしたところが、これはもうどなたでも覚えがあると思うんですが、寒い自分にお布団から出て冷たい風に当たりますと尿意を催すもんです。まして冬寒い自分に屋根の瓦が冷たいになった。そうですさかい、もうはしごから降りる間も辛抱できんようになったんで、仕方がないので屋根の端にいてお手水をしてますと、弟の彦三郎が寝たふりしてたら兄さん、うまいこと出ていきよったで。しかし物干しから出てどないしよるつもりやろな。そや、私も後からついていたろ。あれ、あんなとこにはしごがかかったんで。そや、このはしごから降りたろ。大木葉ばかりさん、こんなとこへはしごをかけてくれたんだれや。あ、こら中手半やおまへんかいな。何じゃ、一助かいな。いや、ご苦労ご苦労。それでは応対が違いまんね。
兄坊さんに頼まれたね。ええがな、やかましいないな。え、帰りしなに、また何ぞおいしいもんでも土産に持って帰ってくるさけ。兄さんに内緒にしといてや。ほな、いてくるわ、ぷいっといてしまった。そんなこと知らん兄さん。はしごから降りてまいりますと、一付五ぐらいやったらさ、約束のタバコ入れ、それからな、ここに残りの三分あるさけ。ほで、もしも私遅なったらかめへん。うん、なんとかして帰るさけ。ほんなら、もう帰ってみた、五ぐらいはん。兄さんの方もどっかへ遊びに行ってしまいや。ところが彦三郎が物干しに出た時にちょっと戸が開いた。戸のすっき合いから冷たい風が入って、針の穴に棒の風とか申しまして、その風で弟の菊松さんが目覚ましよった。はああ、ついうとたーっとしてしもたな。おおさ、なんじゃ寒いなと思ったら、あんなとこがちょっと空いたんねや。むっから冷たい風が入ってきよったんや。しかしもう何時やろな。まだ夜中には間があんで、なあ。こんな時刻に寝てるってなことは、半月ほど前までなかったんや。今晩はこないして、こんな時刻に目が覚めてまた出られへんやら。兄貴、兄貴、中で。よう寝とんな。子供やるまいし、赤の酔いから寝やがって。ほんまに度外視のないガッチャで。ああ、ここらこらしてシーンとしてあるけど、色町はまだ酔いのぐっちゃで。あいつどないしとるやろな。半月も顔見せらんだら寂しがっとるやろな。行きたいな。おい、兄貴、起きたね、どれ。中で、起きや、ほんまに。せめて話し相手になったらや。よう寝やがって。さあ、同じうどん屋でも色町のうどん屋。ここら一挙のうどん屋と違うな。そういやういって。辻浦織が可愛らしい声で、河内ひょ山恋の辻浦って、たまらんな。行きたいな。兄貴、おけや、あんまり。どないやねん。よう、どうさってけつかるで、二人ともあんまり。けったくその悪いな。またあの色町入っていったら別世界やな。赤えりさんではか年季が長い、あだ名としまにゃえまぶがあるか、ちゃちゃんのちゃんちゃんでならめこしゃいしゃいか。あ、たまらんな。行きたいな。中野、こもん、いっちゃん、寝てんのか。中ぼんちゅろ。よう寝とるわ。さっきまで洗いしてぼやいてたのに。そうや、今の間に抜け出したれ。物干しのゴロゴロ大判あげまして、物干しに出ますと元通りときっきりと閉めて、物干しの手すりを越えまして屋根へおりました。屋根の端まで出てまいりますと、えへんと咳払いしますと、一付けタバコ入れと銭がもらえるっていうので、赤の酔いから箸を持って待っとる。早速箸をかけまして降りようとしたところが、これはもうどなたでも覚えがあると思うんですが、寒い自分にお布団から出て冷たい風に当たりますと尿意を催すもんです。まして冬寒い自分に屋根の瓦が冷たいになった。そうですさかい、もうはしごから降りる間も辛抱できんようになったんで、仕方がないので屋根の端にいてお手水をしてますと、弟の彦三郎が「でかいな。いや、ごくらんごくらん。それでは応対が違いまんねん。タバコ入れ、それからな、ここに残りの三時にひょっと戸が開いた。戸のすっき合いから冷たい風が入って、
針の穴に棒の風とか。しかしもう何時やろな。今晩はこないして、こんな時刻に目が覚めてまた。子供やるまいし、赤の良いからね。おげや、ほんまに。せめて話し相手になったらや。よう、出やがって。さあ。同じうどん屋でも色町のうどん屋、ここら行きよるうどん屋と違うな。そういよいって辻浦売りが可愛らしい声で、河内ひょうたん山恋の辻浦ってたまらんな、行きたいな。兄貴おけや、あんまりどれやねよ、どんさってけつかるで二人とも、あんまりけったくその悪いな。またあの色町入っていったら別世界やな。赤襟さんではが年季が長い、あだ名と暇にゃえまぶがあるか。ちゃらちゃんのちゃんちゃんでなだめこうシャイシャイか。たまらんな、行きたいな。おばはんが呼びよる。ちょっといきな兄さん、ちょっと見ていきなはれな。そうか、ほんならお言葉に甘いてちょっと見させてもらおうか。うわ、よーくすぶっとんな。こら五百羅漢の虫干しか。よう、そんな縁がつないこといいのあるわ。みんなうちの子供さんですぜ。そうか、これみんな減災か。おばあ、こっちの橋にいとるあの減災、あれなんちゅう名前や。あ、こっちの子でっかい子でしたろ。八重さんちまんね。はあ、八重さんか。おなごに八重ってのは名前がおますかいな。あ、そうか、八重はないか知らんけど八兵衛ちゅうのあんだ。おい、おい、その隣にいてる減災、えらい浮かめてるやないか。浮かべてんといっぺんこっち向いて顔見せてくれ。こっち向い、それでこっち向いてんのか。こらえらいすまなんだ。わしに色目と思っていたらさっぱりすかたにやぶにらみちゃっちゃら。またその隣の玄斎を正座してキセル掃除してんな。なかなか手つきがええやないかい。ははわかった、お前とこのお父っつぁんの商売やな。また直し替えやちまい、おもろい商売やで。引き出しのついた箱肩によってネズミ色の手ぬぐいで頬かぶりしよって、直し替え、もうそんなけったいな冷やかしをせんどいとくな。あれ冷やかしてんとそっち行きな。あれなんかしていくか、冷やかしたらいかんのか。冷やかしゃ来るわの一の客地ねんで、冷やかし客があれら嘘を割れるとこお前繁盛してねえ。なんかつけてかんねん。おい、そのキセル掃除ができたら一服つけたったらどないや。何あんたらに飲ますタバコはないて。なんかつけてかんねん。己の吸うタバコがないねや。どないやて、養蚕買いだめしておます。嘘つけやお。養蚕買いだめしたんねんけどタバコへ全部預けたんねやろ。でいるときにちょいちょい橋立てに持って取りに行くのやろ。なんかしてつかねえ、ほんまに。何憎たらしいことばっかし言わんと。あがんのあれ、なんかしてつかねえ。あがれあがれは引っこの習いじゃなあ。陰で寝しゃんせ末のためちゅうえ。なんかしてつかねえ。おわおわ、なんだねなんた。いや、こっちにいてるあの女はあれなんちゅうねん。あ、一番端の子でっか、あれ桜半ちゅうわんねん。ぽってりと超えて、ええ子でしたろ。ぽってりと超えてて、晴れたんねん。超えてるとは言われへんで。なあ。桜、桜と、うだば。いや、そんなアホなこといいなの。もうほんまにおかしな冷やかしをせんといとくな、あれな。ええやないかい。後が使いてまんねん。どいとくな、あれ。どいとくな、あれ。ほら。人をたぬきつきみたいにいかつな、あんたら。お前がいねえと言わんがっていいのえ。こんなうちに長いこといてて、おかしな女子の顔見てたら、こっちの目の格好が悪なるわや。なんかつけてたな、あんたら。おもろないな。
兄さんがね、しょんべんしたはる間にちょっとお先させてもらいまして。な、むちゃしいなや。ほんで、こぼんちゃんどないしてた。あ、
よー寝とったさかいで、わたい出てきたんだ。また帰ったら怒りよるで。まあともかく帰ろうか。新町橋を渡ろうとしますと、おい兄貴、中でちょっと待てや、ほら人の悪いことすれ、腹合わせて俺ほっときやがって。なあ、こもんも来てるやないかよ。いやいや、別にな、二人相談してやったやないね、別々に出たんや。えともかく一緒に帰ろうな。しかしな、帰って店にお父っつぁんがいなんだらええねんけれどな。おい、もう帰ってきたで。ちょっと中でいっぺん様子見てみ。兄さん、あかん。お父っつぁん店で怖い顔してキセルくわえてこっち見てますぜ。なあ中坊、あんた一番先に出てんさか、一番先に入り。そら行くめやから。あ、弟が兄さん差し置いて先入んないで。さあどうぞ兄さんから。おかしなとこで遠慮しないな。どうしゃあない、どっちみち入らんならんな。せめて店の門の犬間に入るわ。ほな、私先に入るさかいな。え、お父さん、おはようさんで。さあ、くじろうやないか。お前さん2階いなさったはずじゃで。表から入ってきなさったが、どこいてなさった。お父さんに内緒でえらいすまんこといたしました。前々から歌いの会がございますので、ぜひよしてもらうって言うて約束いたしておりました。お父さんに内緒に出まして、ほんですっとすぐに帰ってくるつもりが、つい夜が更けたもんですから、夜更けでは物騒でますので、朝帰らせていただきましたんで。何が歌いの会じゃ。ほんまに極道やな。店の門に見られん間に早う2階上がって、おとなしいしてなはれ。えらいすまんかって。ほな2階上がらしてもらいます。あ、兄貴どないしと。え、兄貴どないしとった。兄さん、えらいお父っつぁんに怒られてこそこそっと2階上がりはった。ほな悪い、今度行け。え、いや俺のこと心配せんでよ。おらなんともないだかい。え、遠慮することないねんで。どっちみち我々のうちになんねや。あの先の短いやっちゃねえだろ。え、遠慮せんと入るよ。分かってる分かってる。お父さん、おはようさんで。彦三郎、お前さんまで表から帰っといなはったな。どこ行ってきなさった。総書のうちで巻開きがございまして、ちょっと顔出してすぐに帰るつもりがちょっと弾みましたもんでわすので、夜通しようそんなこと言うで。嘘つきなあれ。いえ、ほんまついた。ほんまつくしとも。よう、そんなこと言うで。2階上がって、おとなしくしてまよ。へい、おい、おやじ、今帰ったぞ。ばあ、今帰ったぜ。お帰りやすと出迎え行かい。なんじゃその子。アキンドの息子が尻からげして裸足でこんなとこにげんこつ入れて、親に対して何ちゅうこと言いなさい。どう言ってきなさった。新町遊びに行ってきたんじゃ。遊びって言うたら姫会じゃ。よう覚えとけ。心配せんでもええ。すぐに2階上がったら、え、2階で寝転んでるさかい。茶が沸いたら知らせ、飯食うたるさかい。なんやったら2階運びたらで、どれも出てきたんね。テトロシャンシャン。おとったまことにゃあ一番こって私の腹から女性に出た子やのに、なんという極度やろ。ああ、親の前で言うてええことか悪いことかぐらいのけじめがつかんの。姫会にいてきたやなんて。まだあの二人の方は歌いの会やとかホックの巻き開きやとか言うてたが、あの極道だけはようあんな無茶なこと言うて、おとったに対して私は面目ない借りしとくなされ。いやいや、心配せんでもええ。な、これでどうやらうちの跡取りは決まったような。おとった、うちの跡取りって一体誰にするつもりや。末の吉松や。まあ、あんな無茶もんよりによってどういうわけでね。そうかて、あいつだけがほんまのこと言いよった。六代目笑福亭松鶴さんで、二度にわたりました三人兄弟でございました。別代が三人息子、
前回ちょっと三遊亭円馬が昭和38年文芸クラブに三人兄弟という話を載せたということに触れたんでございますが、ある大金持ちに三人の息子があったというのがその、まあ、近頃陽光帰りの方からこういう話を伺ったという、まあ、前振りがあるんでございます。この大金持ちに三人の息子がありすでに成人をしたんでございますが、未だにこれといった定職がない。財産を譲るには何かの稼ぎの方法を知らなくてはならない。さあそれぞれ何の修行をするかと父親に言われるんですね。長男は易学を学んで将来は易者にと言います。次男はいや手っ取り早いのは盗っ人だと、盗みの勉強をこれからすると。三男坊は裁縫師、いろいろこう物を縫う方ですね、裁縫師を志願いたしまして、それぞれ三年という期限を決めて修行に出ると、こういう話なんです。三人立って三人はそれぞれの道の達人となって戻ってまいりました。である時この国の国王が姫君が暴風雨の晩に行方不明となるんですね。で国王は姫を探し出した者に妻として姫を与えるという布告を出しました。これを知った三兄弟、まず長男が得意の駅を立てまして300マイル南の島にいる大蛇にさらわれたと判断をいたします。三人は船を仕立てまして、次男が、腕によりをかけて磨いた盗賊術というやつで姫を大蛇の元から救い出すんでございます。盗み出すんです。ところが帰る途中で大嵐に見舞われて船は座礁した挙句船底が破損してしまったんですが、三男が針と糸でうまく修理して無事に帰国したってんですね。で三人兄弟、それぞれに手柄があったので国王は姫を三つに分けて首を長男に、胴中を次男に、足を三男に与えると、こういうことになります。長男次男はこんなものをもらってもしょうがない、これを捨ててしまったんですが、これを拾い集めてきた三男が丁寧に縫い合わせて自分の女房にしたという、なんとも落語の世界のようなお話でございますが、いや確かにこのまんまを一石にしても面白いかなと思ってしまいます。今席は二度に分けまして六代目松鶴さんの三人兄弟をお楽しみいただきました。お相手は席亭の私上中さんの長短でございます。